腹筋すると首が痛くなる人、腹筋が効きにくい人に今回はおすすめな内容です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回でしっかり腹筋に効かすことができる万歳腹筋というのを紹介します。腹筋を行う際に腰が反れた状態から腹筋をしてしまっちゃう人、または腹筋で起きるたびに首が痛くなる人、そういう人はやっぱり腹筋をしなくなりますよね。ですが腹筋っていうのは腹部を引き締める、下腹ぽっこりの内臓下垂になりにくくなる、便秘改善、そういったメリットが腹筋にはたくさんあります。で、今回は腰をつけた状態でしっかり首を振らないで行いますので、腹筋が苦手な方にもおすすめです。まずメリットとしては、腰をつけた状態から腹筋を行えますので腹筋にしっかり効かすことができます。で、万歳して手を動かすんですけども、その際に負荷が加わりますから、腹筋にしっかりね、負荷がクックときますから、よく効きます。で、首を痛めにくいです。デメリットとしては、背中が上がらない。そもそも背中が起き上がらないと腹筋運動できませんから、そもそもね、背中が丸まらないよっていう方は、腹筋の効きが悪いです。では、やり方を紹介していきましょう。まず腹筋のたったの10回行うんですけども、寝た状態で足を伸ばします。ちょっと膝を曲げたら、足を持ち上げて、この状態でまず下腹部に効かすことができます。この状態から頭を下向いて置きます。ここから腰はしっかりつけた状態で、ここから万歳、万歳、万歳っていう感じで腹筋に効かします。この時に頭が上向いちゃうと首が疲れます。ですが首が痛くない人は頭も負荷になりますから、上向いた方が腹筋に効きます。でも首が疲れる方は下向いて手だけ動かして腹筋に効かしましょう。これを一緒に10回です。10回やった後はですね、必ず雄たけび上げたくなりますんで、一緒によかったら雄たけびを上げていきましょう。夜やってる方は静かに雄たけびを上げてください。呼吸はですね、できればふうふう、万歳したら吸う、手を下ろすときに吐く、一回一呼吸でやっていきましょう。息はしっかり吐いて腹部を引き締めてください。足を伸ばしてちょっと膝を曲げて上げときます。腰をまずつけて体を起こして、こっから10回いきましょう。いきます。1 2 3 4 5ピクピクしてる、ピクピクしてる、いつまでピクピクしてるの。壊れた壊れた、やばいやばい、腹筋が壊れてる、死んだー、生きてた。お疲れ様でした。たったの10回、ちょっとね、10回じゃ少ないかなっていうところもあると思います。ですが首が痛くなる人はね、今みたいにすることで頭をね、1回ずつこうやって振らずに行いますんで、しっかりね、首が痛くならないように腹筋を鍛えることができる万歳腹筋です。で、今回ね、できれば上半身をキープして手を振ってください。多少体が動くのはしょうがないんですけども、一回ずつね、寝ないように、そうすると首が動いちゃいますから、上半身をキープして、頭は、首が痛くない人は上、首が痛い人は下、そこで手を動かしてお腹をグッグッと伸ばしてください。頑張った方、できた方、よかったらグッドボタン、コメント、そしてシェアもよろしくお願いいたします。動画の内容なんですけども、こういった動画やってほしいよとかね、そういうのがあればですね、全然 Twitter の方からの DM もしくは YouTube のコメントだったら結構埋もれちゃったりもするんで返せないこともあるんですけども、 Twitter の DM からだったら大体気づきますんで、よかったらね、相談もしくは動画の上げてほしい内容などがありましたら
こっちの Twitter アカウントフォローしてもらってですね、DM してもらえたらと思います。で、コラボとかもね、もちろん皆さんたくさんの YouTuber がね、いろんな方とコラボしてると思うんですけども、タートルもね、コラボしてほしい方、コラボしたい方、募集しておりますんで、また近くに住まれてる方、よかったら動画出演、ご協力よろしくお願いいたします。Twitter からの DM お待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。